こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はドッカンバトルの新イベント、パワー暴走破壊の本能、こちらをねやっていきたいと思います。こちらにはミッションがありますよね。見ていきますね。まず1回クリア、そして指定キャラクターを編成してクリアが2つあります。まずパラガスを編成、そして劇場版ボスを編成。これは1体ずつでいいんでしょうね、きっとね。そしてポイントですね。はい、ババババババッとありまして、9999万以上のダメージを与えろという感じでありますね。はい、ちょっと詳細見ていくと、このイベントはまあより大きなダメージを与えようということみたいなので、パンチマシンのような感じなのかなと思います。そして本イベント8ターンまでの長期戦。なるほど、8ターンなんだ。なるほどね、8ターンは必ずやんなきゃいけなくて、あ、純粋サイヤ人だといいみたいですね。なるほど。というわけで99999999999ダメージ目指してやっていきたいと思います。はい、パーリー編成は私はこちらにしてみたいと思います。劇場版ボスのリーダーであるワザプロリー、こちらリーダーで、あと中身はね、劇場版ボス、まあ主にブロリーですね。パラガスミッションもあるのでパラガスも入れてます。お借りするのも技のブロリーです。それでは Let's get started! いきましょう。はい、倍速にしております。これはね、長いので8ターンまでありますので、全部ね一応収録したいなと思ったので、はい、3倍速です。お付き合いいただけると嬉しいなと思います。皆さんはねこれやりましたか、挑戦してみましたかね。私これが初見なので、ちょっとまだ全然どうやっていいかね分からずやっておりますが、とりあえずブロリーがどんどん必殺をね打てばアタックは上がるので、技のブロリーは超飛、そして速のブロリーの方はどっちでも大丈夫だったかな。アタック無限上昇でしたっけ。あとね、技の方は、まあ、全体必殺は関係ないとは思いますけども、敵攻撃してこないからね、もうひたすらにこっちがアタックを上げていくしかない。はい、ブロリー地雷レモンはですね、力か速を取れば、うん、味方のアタック上げてくれるから、そんな感じで、サポートも入れてですね。あとはパラガスブロリーも味方のアタック上げてくれるので、入れております。ミッションもね、パラガス入れるミッションあるから、ちょうどいいような気がするんですけど。もうね、変身、そしてね、こちらアクティブ使うと、まあ、さらにアタックも上がるので、どんどん使っていってって感じですかね。ブロリーなぁ、地属性のブロリー、新しいブロリーねいたらどうだったんだろうなっていう感じもしますけどもね。私持ってないのでね。でもな、この2人のブロリーかなりですからね、強さ。いや、しかし、パンチマシンのようなね、また新たなイベントが来るとは、思ってなかったなぁ、と、私思うんだけど。まあ、でも、ブロリーだからこそ、結構こういうのも楽しいかもしれないですね。ブロリーがやっつける敵みたいな、純粋サイヤ人がね有利ってこともあるので、やっぱりブロリー編成かなと思ったんだけど、あ、いけたみたいです。今99999999いったね、いい感じです。うんうん、いけました、いけました。よーし、これでもう全てのミッションクリアかな、いいのかな。はい、4ターン目でダメージ99999999いけたような感じかな。あとはひたすら8ターンまで続けるって感じですかね。だいぶじゃあアタック上がってるんだな、ブロリーが。いや、でもなんで8ターンにしたんでしょうかね。
ブロリー、2たす6、8だからか。ブロリーの2プラス6イコール8だから。おまたいけたみたいですよ。だいぶすごいねこれは。へえ、すごいな。ってことはブロリーもターン経過するごとにやっぱりこんなにアタック上がるってことだ。長期戦にね強い。はい、今7ターン目か。もうちょっとお付き合いいただけたらと思います。でもスーパーサイヤ人だと有利だから、まあ長兄でね挑戦してみてもいいのかもしれないけどね。どうなんだろうね。皆さんはどんな感じのパーリ編成で挑戦しているでしょうか。よかったらそちらの方も教えてください、コメント欄で。倍速の曲なかなかいいですね。結構ねみんな追撃してくれるキャラ多いから時間さらにかかっちゃうって感じだけど、はい、ここがね8ターン目ですね。これで終わりかな。最後どうなる感じでしょう、どうなる感じでしょうかね。おおおおおおすごい、すべてもう9999カンスト、カンストですよ。技ブロリーだったかなね。さすがですね、すごい強いですね。いやーすごいなあ。終わったか。はい、ということでクリアしましてミッション15個達成ということは多分全部できているでしょう。 OK やったー、全部できましたよ。はい、ブロリー編成で劇場版ボス編成っていう感じでやってみました。龍石10個嬉しいですね。はい、あとね壁紙ですよね、これ壁紙3つなんかゲットしてるんですけど、もらえたんですけど、なんだろうね、種類3種類あるけど、まずはこちら、そしてこちら、バッグが違うって感じですかね。ブロリーは一緒っぽいんですけど、へえ、シチュエーションがちょっと違うのかな、なんだろうなこれは。はい、というわけで初見で全てのミッションクリアできました。やりました。私にとっては珍しい、私にしてはね珍しいことでございます。長い時間お付き合いありがとうございました。皆さんももしねまだミッション全部クリアしてないよっていう方は頑張ってください。応援しております。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。